毎度フローターパイロットのヒロボーです。これからスイミングテストを行いたいと思います。それではヒロボーテストを受けます。それではあなたの泳ぎ見せて。ウェイトは 32g です。浮き姿勢です。ダン、こういう感じです。良さそうですね。それでは頼みますよ。ドーンと言って浮いてから、おーすごい、ロールがすごいですね。おー、ブルブル、いいですね。ブルブルブル、ブルブルブル、ガーン、とてもいい感じですね。ブルブルっと、望んでたのはこれです。今度は成功じゃないでしょうか。大成功だと思います。やったね。それではあなたの動き見せて。ウェイトは 29g です。浮き姿勢見せて。ダン、こういう感じです。それではドーンと言って浮いて、あーまだ羽を調整してないのでダメですね。ちょっと調整します。それではドーンと行ってから着水して、おーいい感じで泳いでくれてます。やったね。大成功じゃないでしょうか。修正したのはちょっとだけ R をつけました。もともとがまっすぐなのに対してこういう感じで少し R をつけてみました。それではジョイントタイプのあなたの動きも見せて。ウェイトは 30g です。それではダン、こういう感じですね。ヒュードーンと行ってから、おお、それでは修正してみました。ドーンと行ってから浮いて、あーいい感じですね。左手でカメラを持ってて巻き取りないのでちょっと動かしにくいですが、いい感じで泳いでくれます。やったね。ドーンと行って、あーいいですね。ベリーグッドだと思います。やったね。大成功だと思います。よいしょー。それでは川島駅風のあなたの泳ぎ見せて。ウェイトは 32g です。それではダーン、こういう感じですね。それではヒュードーンといって浮いてから、おーいいんじゃないでしょうか。ダーン、ブルブルっと、あーいいんじゃないでしょうか。浮いてからブルブルっと、ブルブルブルっと、大成功だと思います。やったね。それではリップを取った S 字形のあなたの泳ぎ見せて。ウェイトは 31g です。水中姿勢です。ドン、感じです。それではヒュードーンと行ってから、おーこういう感じですね。うぅ、ジャークすると、こういう感じですね。これはこれでいいんじゃないでしょうかね。今回はどれもいい泳ぎだったと思います。
丸一番のアマゴくんタイプは、前は前だけがこうプルプルっとしてお尻が動かなかったですけども、今回はちゃんと連動して動いてくれました。そして丸二番のビッグクローラーベイトも、自作の羽にしてはいい泳ぎをしてくれたと思います。ちなみにこれがヒロボーが初めて作ったクローラーベイトタイプです。ジムドナリーのクローラーをお手本にして作りました。かっこいいですね。この羽のシステムを考えたジムドナリーはすごいと思います。そしてこちらも昔作ったヘドンのクローラーをお手本にして作ったやつです。そしてこちらも自作です。もう何匹釣ったか覚えてないぐらい釣りましたね、これは。そしてこちらも昔作ったマスキータイプのクローラーですね。大きさ比較するとこういう感じです。ミニクローラーはこの大きさになります。これが去年作ったクローラーくんです。一回り以上大きいですね。こういったもともと売っている羽なんかを自作のボディにつけても、最初はやっぱりくるくる回転したりうまいこと泳がないので調整が必要になります。そしてこのクローラーくんもお尻のジョイントもちゃんと動いてくれてよかったです。そしてリクエストでいただいた川島駅に後で改造したやつですね。 S 字でも使えそうですし、川島駅風のリップをつけたやつでも十分いい大きでした。このシステムを使うといろんなリップを着せ替えできそうですね。今回はどれもいい動きだったので大満足です。それではご視聴おきに。